さんこんにちは、銀座支局のカオリンです。さて本日は、横に新しい顔がおりますが、なんと銀座支局に新人さんが入りましてですね、本日初めてのリポートということなので自己紹介をお願いします。はい、新人の及川瑞穂です。今日初めてのリポートなんですけども、とっても楽しい場所に来ています。ぜひ期待してください。よろしくお願いします。はい、みんなで瑞穂と覚えてください。よろしくお願いします。はい、そして本日やってまいりましたのは東京都港区六本木ですね。はい、はい、東京タワーも見えてとてもいい場所にあるのですけれども、そうですね。はい、そしてですね、トレンドリーダーの街六本木史上初のエンターテインメントバーということで、はい、なんと本日はですね、有名なパセラと、はい、カラオケボックスのパセラと、はい、はい、あ、スライム、なんだかわかりますか？言っちゃいました、すいません、スライムです。あとパセラとドラゴンクエストがコラボレーションしたバーがあるということで、はい、今回お邪魔させていただきます。はい、はい、名前がルイーダーズバーと、ルイーダーズバー、はい、はい、ということなんですけれども、おしゃれな名前ですね。はい、はい、こちらですね、店内にはさまざまなアイテムが揃っているということで、ドラゴンクエストを知らない方でも、はい、非常に楽しめる作りと。なるほど、ドラゴンクエストの世界が広がってるわけですね。そうですね、はい、皆様は分かりますか？ドラゴンクエスト、私昔にこう、はい、バトル鉛筆って、ドラゴンクエストの鉛筆を転がして小学生の時遊んでた思い出はあるんですけども、うん、はい、ただゲームはちょっと詳しくなくて、はい、実は私もわからないんですけれども、まあ、本当にこれこそのパルプンテ状態というところですかね。パルプンテですね。はい、なので、まあ、じゃあ早速、はい、潜入してみますか。はい、はい、行ってみましょう。その前に、はい、はい、今日店内を紹介してくださるスタッフさんを、はい、はい、お呼びしましょう。はい、はい、それではお願いします。お願いします。じゃあ真ん中にどうぞ。はい、こんにちは。はい、かわいらしい衣装をしてますけれども、はい、これはどういったコンセプトになるんですか？ドラゴンクエスト9のソフトの中に、ルイーダの酒場というスポットが実際に登場するんですけども、そこの酒場の中に宿屋が入ってまして、で、宿屋の娘のリッカというキャラクターが運営をしてるんですね。リッカそのキャラクターの、はい、コスチュームでございます。はー、なるほど、すごいとことんこだわってる感じが、そうですね、本格的ですね。はい、早速なんですけれども、はい、一つ質問させていただきたいのですが、はい、こちらのお店はいつ頃から営業されてるんですか？こちらは2010年の1月28日にオープンしました。うん、じゃあ約2年半といったところですね。どうですかね、お客さんにすごい喜んでもらえてますか？はい、もう皆さんドラゴンクエストの世界がすごく大好きな方がたくさんいらっしゃってるので、本当にゲームの中に遊びに来たようだとおっしゃって帰られる方がたくさん。はい、そうですね、そう聞くとすごい楽しみになりますね。ではちょっとお待たせしました、早速潜入させていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、行ってきます。行ってきます。はい、では早速お邪魔します。失礼します。わあ、なんかいきなり目の前にすごく大きな剣が見えますけれども、これは作中に登場してくるものなんですか？はい、ゲーム内に登場する伝説の剣と言われている天空の剣とロトの剣を展示しております。すごいですね、これは絶対ね、触れますよね、そうですね、一番初めに目に留まります ね、ファンだったらたまらない、そうですね、はい、展示品なんでしょうね。そしてこちらにも、もう本当にドラッグだらけといった感じですが、はい、これもショーケースの中が全部違う武器と防具の装備品が入ってまして、店内撮影が自由になっているので、皆さんもくまなく撮影されて帰られますね。そしたら私もちょっとこの撮影が終わった後に撮っててもいいですか？はい、撮っててください。ありがとうございます。はい、そして地下に降りてきたのですが、なんだかものすごくビップ感漂ってますよね。はい、これは一体何のお部屋ですか？こちらはロイヤルルームといいまして、個室で座って飲食していただけるドラクエのお店になります。そうですよね、先ほどの1階がスタンディングという感じだったの で、ね、はい、立ち席ですよね。はい、違った雰囲気になってますよね。はい、こちらではカラオケも楽しめたりということですか？はい、カラオケも楽しんでいただけますし、
あの座ってご飲食いただけるのと、あと店内の写真撮影も自由にしていただけます。はい、こちらも上の方に券がありますが、はい、きっと違うんですか？種類は同じなんですが、あの天空の剣です。あ、それぞれに名前があるんですね。本当に勉強になる感じですよね、ここ。はい、はい、あの皆さん膝の上に、はいはい、先ほどご紹介したキングスライムです。硬いやつですね。こちらいつものスライムですね。可愛いですね。はい、いっぱいスライムのクッションがあるので、はい、あちらなんかにもいろんなフィギュア展示されてるんですよね。こちらもあの上のルイジャズバーにはないモンスターのフィギュアたちを特別に展示してるので、確かにさっきより大きめのものが、はい、揃ってますね。そうですね、はい、種類が豊富ですよね。かわいい。ボスキャラたちが多いですね。 あれは倒さなくちゃいけないボスキャラなんですね。さすがロイヤルルームと同じ感じで、ボスのレベルもちょっと高くなっております。あ、なるほど。はい、そしてですね、うん、質問をさせていただきたいのですが、はい、ドラクエとコラボをしようと思ったきっかけっていうのはあるんですか？ですね、DS のソフトのドラゴンクエスト9が2009年に発売された時に、秋葉原の、ヨドバシカメラの正面入り口のところを、そのドラクエ9ってすれ違い通信っていう遊び方で、ゲームの電波を飛ばしてデータ通信をできる機能があるんですけども、それをするプレイヤーさんがすごくたくさん集まってて、で、あの出会いと別れの酒場というタイトルがついて、その秋葉原のヨドバシの前を、ルイダの酒場とみんな呼んでたんですけども、やはりあのルイダの酒場、ゲーム内に登場するお店は飲食ができるバーなので、ご飲食ができるお店じゃないといけないでしょうということで、あのパセラがスクエニとコラボをしまして、お店をオープンする経緯に至りました。なるほど、はい、ゲームの世界にあるものを現実に作ろうということですよね、はい、すごい。これはファンにとってはやっぱり嬉しいことになりますよね。はい、あの待望のといった感じでオープンを2年半前にしました。なるほど。ちょっとの知らなかったのが悔しいですね。そうですね、この3年間も知らなかったので、はい、もっと早く知っていればという感じですね。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、こちらロイヤルルームにもドラクエ感満載なんですが、剣とかフィギュア先ほど紹介しましたがありますが、一段とこう目立ってるというかすごい気になるのがこちらですね。はい、一体これは何でしょう。すごい凝ってますけども、あのスライムの木彫りでございます。はぁ、木彫りですか。これはもしかしてこう手で彫ってるんですかね。はい、あの職人さんが、錬金術師の職人さんがスライムを手で彫ったものと思われます。すごい細かいですよね、うん、はい、近くから見たらすごく細かいです。可愛いんですよね、またこれが可愛い。一つ一つ表情が違いますね。そうですよ。はい、なんか本当にこうやって見るとすごい目立ってるんですけど、座っちゃうと後ろにあるからわからないので、はい、これは見つけられたらラッキーっていう感じですか。はい、あの隠れ撮影スポットでございます。なるほど。これをバックに写真を撮ったりしたらいいですよね。はい、素敵な絵になると思います。はい、本当に素敵な装飾品たっぷりで、はい、素晴らしいですね。はい、はい、そしてここでいくつか質問をさせていただきたいのですが、はい、スペシャルデータの配信があるというふうにお伺いしているのですが、これはどういったものですか？こちらは最近ですと、この間発売になった3DS のソフトのペリのワンダーランドというソフトの、当店でしか配信をしていないモンスターが手に入るというものを行っております。なるほど。それはやり方なんかっていうのは、はい、はい、すれ違い通信をしていただくんですけども、うん、そのやり方の手順などが店内に表示してありまして、はい、こちらに、はい、注文を追ったやり方が載っています。そのデータ配信っていうのは、なんていうんですかね、こう定期的にこう変わっていったりするものなんですか？そうですね、やはりゲームの新作が出た時などに、うん、今まではスペシャル配信を行ってくることが多かったです。そして一番ずっと気になっていたところがあるのですが、はいはい、至るところにですね、メダル王への道といったポスターが貼ってあるんですが、はい、これはどういったものになりますか？
こちらはですね、当店でご利用いただいた方が手にすることができるポイントカードがありまして、このポイントカードのポイントをたくさん集めていくと手に入るアイテムたちを紹介しています。すごい楽しそうですね。はい、ポイントカードを貯めるとどん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 こうレベルも高まっていくってことなんですよね。はい、はい、小さなメダルを25枚で大きなメダル1枚と交換できると、はい、いうことですか。はい、この小さなメダルと呼んでるのがポイントの1ポイントで、で、はい、ポイントを25ポイント貯めると大きなメダルという実際の残りぐらいの大きさのメダルがありまして、はい、そちらを1枚差し上げてます。で、このメダルの枚数に応じて交換できるアイテムがいろいろご用意してまして、はい、なるほど、はい、先ほどここに入ってきた時にちょっと見させていただいたのですが、フィギュアが並んでるところにですね、その大きなメダルがこう飾ってあるんですけれども、そうですね、こちらがもらえるということで、しかも土台に自分の名前を入れてくれるということですか。すごい。はい、こちらは特に大きいメダルが刺さっているものは、大きなメダルを4枚貯めると交換することができるメダル王の称号というアイテムでして、はい、貯めた方のお名前をお入れしてオーダーメイドでお作りしているものになります。なるほど。じゃあ大きなメダルを4枚手にした人だけがもらえるということですね。はい、これはちょっと集めたくなっちゃいますよね。小さなメダル4枚じゃなくてですか。そうなんです。小さなメダルは1つのオーダーで1つつくポイントのことなので、はい、小さなメダルのポイントをたくさん集めていただいて、大きなメダルをまず手に入れていただいて、はい、4枚で交換になります、はいはい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はいはい、大きなメダルも4枚で、まあ、このメダル王の称号がいただけるということですが、大きなメダル1枚、2枚、3枚と、まあ、それぞれ何か景品がもらえるということですよね。はい、それぞれ異なった景品をご用意しております。はい、すごい楽しみが増えますね。はい、はい、そしてさらにですね、ホームページにはこの情報載っているものなんですけれども、載ってないものが私発見してしまったんですが、この剣の下にですね、何か、なんていうんですか、これは盾ですか。盾ですか。 ありますが、これは、はい、真の盾の称号と呼んでまして、はい、メダルをさらにたくさん集めた方が手にすることができるレアアイテムでございます。あ、なるほど。この情報は動画で流しちゃっても大丈夫ですか。大丈夫だと思います。はい本当にここに、ね、何回も何回も通っていただいて、もうここまで上り詰めていただきたいですよね。はい、ぜひとも真の勇者までの道を歩んでいただきたいなと思います。わかりました。はい、そしてこちらのレイダーズバーでは、オリジナルのフードメニューやドリンクメニューが大変豊富とお伺いしております。はい、そしてですね、なんとですね、今日すごい密かに楽しみにしてたんですけれども、はい、このメニューをいただけるということで、はい、やっぱりこう人気の商品を、はい、ちょっと食べさせていただきたいんですけれども、はい、はい、ちょっと持ってきていただいてもいいですか。かしこまりました。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてフードの人気メニューが、はい、こちら並んでますけれども、はい、見てください。かわいいですね。これは何スライムですか。これはゴールデンスライムと言いまして、うん、とてもゴールドをたくさん持ったお金持ちなスライムです。出てますね、お金持ち感。はい、はい、オムライスですかね。はい、デミソースのオムライスになります。はい、すんごい美味しそうです。可愛いだけじゃないですよね、うん、きっと。はい、はい、結構美味しいと思いますので、はい、ちょっと早速食べちゃっても大丈夫です。ぜひ召し上がってください。はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。美味しそう。うん、うん、デミグラスがすごい濃厚で美味しいです。美味しいですね。みずほの方は、あ、はい、こちら2つ可愛いデザートが揃ってます。見てください。可愛いんですよ。可愛い。ここなんかもう尻尾のところと羽のところジャムで描かれてるんですよね。はい、ラズベリーのジャムで描いております。いやー、細かい。あとこちらですと本当に夏っぽくて、あ、顔もね、細かいですね。はい、はい、ゼリーですか、こちらの青いのは。はい、青い方は、はい、
キラーウェーブというモンスターなんですけども、はい、ゼリーで作ってます。あ、なるほど。では早速溶ける前にいただきたいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。ではまずこちらのティラミスから。はい、こちらのモンスターは何というモンスターですか？こちらはモーモンというモンスターです。モーモン、かわいい。かわいい顔してますけど、はい、戦闘中起こると、はい、とてつもない凶暴な状況に。なるほど。じゃあ気をつけて倒したいと思います。はい、はい、では私はまず足から攻めたいと思います。これ足ですよね。足です。はい。わあ、美味しそう。美味しそうですね。ちょっとラズベリーのシロップも絡めちゃいますね。じゃあいただきます。美味しそう。うん、うん、とろけます。とろけますか。美味しそうですもん。マスカルポーネチーズとココアパウダーとラズベリーのソースがもう全部ぴったりです。相性が。ありがとうございます。柔らかい、美味しい。これやったらもうすぐ倒せちゃいそうですよ。そうですね、はい、でも食べて、うん、すぐ倒せちゃいます。はい、はい、続いて溶ける前にこちらもいただきたいと思います。こちらのモンスターは何というお名前ですか？こちらはあのスライムつむりのスライムつむりマッタコロネというメニューなんですが、はい、スライムつむりの横に、はい、キラーウェーブのモンスターも一緒に、はい、あ、なるほど、はい、2つも倒さなくちゃいけないんですね。はい、結構1ポイント高くて、はい、大変だと思います。あ、その分自分の経験値も上がるんですよね。そうですね。よし、じゃあ頑張ります。頑張ってください。はい、こちらの抹茶のコロネの方からいただきますね。はい、やっぱり顔からいきますよ。えい、あちょっと固めなので、これはじゃあ、はい、ひっくり返して食べても、取っていただいてこんにゃくをちぎってつけて、はい、あ、なるほど、召し上がる食べ方が。すみません、ちょっとじゃあ顔をまず破壊しちゃいますね。この抹茶アイスクリームをパンにつけていただきます。チョコクリームもついてて、はい、わー、いただきます。うん、どうですか？おいしい。おいしい。夏だからね、ちょうど今、うん、いいですよね。アイスのデザート系は特に今人気があります。うん、ですよね。パンがちょっとしっかりしてるんですよ。そのパンにアイスをつけるので柔らかくいただけますね。はい、とお食事としてもやっぱりいいんじゃないかなと思います。うん、バーなのでこういうものを食べながらカクテル飲んだりなんか、女性の方いいんじゃないでしょうか。はい、はい、そうですね。はい、本日は素敵な冒険をさせていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、もうご飯も美味しかったですし、はい、ロイヤルルームも素敵ですし、はい、はい、すごいドラクエの世界観を味わえるお店になってます ね。 ですね。知らなくてもすごく楽しかったですね。はい、もう本当にその通りでございます。はい、そしてここにちょっと持ってきていただいたのですが、はい、はい、こちらがポイントカードですよね、先ほどの、はい、当店のポイントカードでございます。ライムがついてる。はい、はい、こちらはあの当店のメニューをワンオーダーワンポイントで押してるポイントカードになるんですけども、うん、このポイントが1枚25ポイント全部たまりますと、こちらの大きなメダルというのが手に入りまして、これがさっきの大きなメダルなんですね。はい、はい、で、この大きなメダルの枚数に応じてさまざまな景品が手に入るシステムになっています。あ、なるほど、これは集めたくなりますね。はい、ここのポイントカードのデザインもこうグレードアップしていくことに変わっていくということですよね。そうなんです。あの最初はこのスライムのカードで1枚目スタートしていただいて、これがいっぱいになりましたら2枚目はあのキメラというやや強いモンスターのカードになりまして、3枚目はもう少し強いモンスター、4枚目はもっと強いモンスターといった具合に進んでいきます。本当にいろんな楽しみが味わえますね。はい、通えば通うほど楽しいですね。はい、その通りです。はい、はい、なんですけれども、いくつかお店の情報をお伺いしたいのですが、はい、こちらのルイラズバーまでのアクセスを教えてください。はい、日比谷線大江戸線の六本木駅から3番出口を出まして徒歩3分です。はい、本当に東京タワーを目指して歩いてきていただければ、はい、すごい分かりやすい場所にあります。そして営業時間を教えてください。営業時間が平日が14時オープンの、22時がラストオーダーでして、土日祝日が75分の入れ替え制の営業をとってまして、オープンが12時スタートでございます。はい、はい、ちょっと詳しいところはホームページに、はい、載ってますよね。はい、ホームページの案内見ていただくのが一番確実かと思います。はい、時間だけはお間違いのないようにお願いいたします。はい、そして定休日を教えてください。定休日は
特にございません。わあすごい、ありがたいですね。嬉しいですね。いずれも、はい、ドラコイの世界に入ってこれるということですね。はい、大晦日も元旦も今まで営業してまいりましたので、はい、こんなところで年越しできたら幸せですね。アトラクションのようですもんね。本当ですよね、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当に最後なんですけれども、はい、例の決めポーズを3人で一緒にお願いいたします。はい、はい、ではいきます。東京 TV パルプンテパルプンテエホマ